はい、こんにちは、杉野です。今回は、イモワンとサーカスくんがいるのでそちらの対戦を見ていきたいと思いますね、イモワンくん。はい、よろしくお願いします。はい、今回イモワンくんが使うデッキは何ですか？これは8本リゼロですね。はい、というわけで、こんにちは、サーカスくん。はい、こんにちは、サーカスです。はい、今回サーカスくんが使うデッキは何ですか？モントビラの不死身です。はい、というわけで、これ、モントビラの不死身は地区で使ったですね。もう、博多と大阪両方の地区で、不死身のみで、不死身のみで同じやつ、大体本門じゃなくて扉門の門扉で、はい、変わったところはもうほぼないです、ね。はい、成績どうでした？成績は、博多 3-0 で、大阪 5-0 ですね。はい、強いですね。というわけで、大阪 5-0? は？いや、知っとったっけ。で、なんだ、サカス君、基本的に基準はマリガン基準ですか？うん、とりあえず扉を引きに行きたいんで、レベル1の、南連動のキャラの方をもう全切りしますね。うん、ああ、今5割したよね。ですね、もう、ね、とりあえず扉を引かないと話にならないんで。はいはいはい、はい、というわけで基本扉を引きに行きます。で、今の件はい、まあ手札良くないですね、あんまり。まあ、いつもの感じで殴る。いつも感じっていうか、まあ、まあ、正直連動2面、うん、レベル2になって早押しの連動を2面、うん、もしくは3面、うん、なるべく3面するコストと、うん、あのハンドにその要求札があればいいんで、はい、そこまでは殴れりゃいいやと思ってますね。で、これはもうとりあえずレベル2扉連動ですね。うん、いや本当はちょっとレベル0あの半分にこのフィレスしかなかったんで、うん、そうだね、タパンしたいなって感じだったんですけど、うん、ただ反動に整える札がないんで、うん、さすがにちょっと妥協して、やっぱ連動は最優先で打ちたい。まあそうですね、まあ反動の状況にもよるんですけど、今の反動の状況だとあの扉も2枚あるんで、ちょっと優先して打っていきたいですね。はいはいはい、分けてでも打っていきたい感じ。ああ、ですね、うん、でなんか打てるならやっぱその分やっぱ山掘るのも早くなるんで。あ、で、イモワンがまあおかけん、まあ、このかけん使うのすげえなんですけど、ああ、これで山からもう連動消えたんじゃないかな。ハンドに1枚あるよね。でもいや、この時なんかね、え、連動もうないとか言って喋ってた気がする。で、あるんかな。ないんじゃない。ないから多分霞で連動使い回すプランじゃないかな。うん、なんか1枚見えた気がするけど、移動じゃない多分。あ、移動か。いや、ここさすがに連動まだ発展にあったら連動持ってくるから。うん、いや 2枚あるから、まあ霞で使い回す方を選んだとかもあるんじゃない。うん、多分ここ1面次2面かなみたいな感じじゃないですかね。うん、あ、考え直してる。これパックだっけ？エミリアネーム。あ、そうだね。あ、そうだ、エミリアネームだから自分でやめたんだ、これ。あ、これエミリアネームやんっつって。このパック使うのも本当はめちゃめちゃ嫌ですよね。もう一回持ってこないといけないん、ね、で、パック。まあよかった、未遂ですんで。うん。で、これ、スバルで復帰まであるな。エミリアを。ああ、そうだね。スバルがおるけ。うん、今気づいた。うん。スプレーで復帰すれば2ターン打てるね。そうそう、それやってくれるかな。やってほしいな、このイモワンさんに。記憶がない。このイモワンさんにはやってほしいな、それを。でもこのね、動画のいいところはね、後から自分のミスに気づいてね、それを次回から反映できるところはねっていうことにしといてください。まあ、1面から2面の構え。そうっすね。さあ、スバル置いて、お願いイモワンさん。今田さん、スバル置いて、やるじゃん。いや、もう置かない理由あんまりないけどね。ないいや、この集中に関して話したいんですけど、うん、リゼロの集中を採用してる人って、うん、2タイプいて、うん、青の集中を採用するか、うん、赤の集中を採用するかなんですよね。うんうん、今、どっちを採用するか、めちゃめちゃ迷ってて、はい、今両方採用してるんですよ、ピンピンで。あ、2枚なんだ。2枚入れてる。ただやっぱそんなに集中頑張ってひねるような感じでもないから、はい、なるべく
まあ、てか正直ピンとかでもいいですよね。うん、その枠を総裁にしたい。ゼロの。融合にしたい、うん。っていうのがあって、まあ今でも、どっちがいいかどっち、そう、どっち引いたら嬉しいかなっていうのを悩んでるんですけど。うん、まあ何か、まあ、赤かな。まあ何か、赤だな。どっちがいいとかあれば、もしあれば、こう誰かコメント欄でも、動画のコメント欄でもちょっと書いていただけると、アドバイスといただけると、まあ M1 が今後の参考にしますと。まあ多分でも赤やな。青はギレスが重いわ。で、サカス君のターン。サカス君あれ何？どれですか？今出たやつ。あの、あ、6で出したやつ。あの、ハンド1枚切って、あの、山の上めくって、あの、そのレベル以下の、キャラを機械から回収っていう、まあ、ハンド入れ替えカードですね。ああ、そうなんだ。で、まあ、グラマめくってるんで、もう集中でいいかなということで。うん、確かに確かに。で、これで集中、あ、連動2面の構え、それとも1面ずつという感じ。いや、もうここやるなら2面でもいいかなって感じですね。一応、うん、これ、ヒットサーカスに文句言いたいことがあって、うん、サーカスの不死身光ってるじゃないですか。うん。岡健と集中の見分けがマジでつかない。ああ、そうなの。いや、俺、光ってなくても結構わからんけど。いや、めっちゃ似てますよね。似てる似てる、マジで似てる。結構あるもん、俺。あ、これちげえやん、途中で気づく結構あるけ。あ、あるあるある。うん。あの、ハンド入れ替えって、あれあるの？応援とかついてる？いや、ついてないです。あ、ついてない。あ、本当にハンド入れ替えだけっす。ああ。あとでちょっと、あそこにおると邪魔になりそうな。いや、一層さん置いとるんで。ああ、そっかそっか。ごめんごめん、ありがとう。パックがおるけ邪魔かなと思ったけど、そっかそっか。まあ、いけるか。あと、あの、早出しされると取れるか取れんかわからんので、うん、そういう時にあのソウルゲンされた時のサイド とかの要因でいいかなっていう感じで、うん、もうで、電油電持ってきて、とりあえずこれで一リフマですね。ライナリュート、これクロック渋いな。クラマ置くんかな。でアタッカーが足りてないんです。足りてるんか、ギリ足りてるか。いやでも、うん、置くカードによっては足りなくなる可能性があるんですよね。うん。でもまあ、クラブ置いてほしいな。エミリアの条件って何枚だっけ？あ、盤面4枚ですね。盤面4か。いやー、もう置きたくないよな。でも、多分今、控え触ってたのは、あとパック何枚あるか確認してましたね。山に。もう一回持ってこえるかどうか。でもまあ、そんな爆地は打ちたくないから、多分、違うカード置くんでしょうけど。これもね、あ、クラマ置くんだ。まあ、これもね、正直むずくないですか、これ。ハヤラシ置くかなと思ったけど。ああ、まあ、それもありっちゃありなんですけどね。このコーチ、いいし、このコーチくん、触る手段結構あって、6コースあるから、2面だったら1コース3あるから。なんか行動を取るときに。まあ、3ルックで持ってくるやぐらいしか持ってないですよ、多分。いや、でも、むずくないですかこれ、正直。嫌なんですよね、あれ。連動。連動が控えに多分結構見えてたとか、そんなんじゃないですか。うん、なるほど。いや、わからん。どうなんやろ。いや、わかんないですけど。なんで3枚なんやろ。山の調整かな。で、3枚見て、見て。いや、何がやばいって、この構築ね、あの、総裁の融合に2枚しか入ってないんですよね。まじ、4枚入れて早く。無理やから、マジで。あの耐えらんない。まあ、狙ったカードが触りにくいってこと。そう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 。うん、札が詰めにくいんで。はいはいはい、はい。で、早出しが36ついてるんで、うん、反応は多少少なくても全然間に合うんですよ。はい。なんで、融合いっぱい欲しいなぁと思うんですけどね。で、サーカス7パックか。7バックっすね。大体この今の感じは、まあ、順調っていうか、いい感じ。いや、まあ本当は8枚返したかったんですけど、うん、まあ、ちょっと返す札もなかったんで、もうしょうがないかなって感じですね。2体ってこのデッキ、割と、流し気味？まあ、取るにはするんですけどね、うん、特装2本に、ああ、そうなんだ。あれがね。レベルの効果も入ってるんで。あ、結構ひなの字とかと当たったりとかってした？地区。
日野じゃない。軸では当たってないですけど、魔法内ではやったりしとるんで。まあ結構、まあそれでも、ハヤラシに対してもまあ取れるっちゃ取れるみたいな。あ、まあ、ラサとか SO と当たったんですけど、うん、やっぱ取れてたんで。うん、ああ、そうか。で、サーカス君とハンドも、まあ、そこそこ。そうですね、ちょっと扉がまた上から引いてきてだいぶ過剰なんですけど、うん、まあ連動あるし打っていってここは打ってきますね、うん、打っていいよね。で打つべし。あれ総裁が中央床の前でやばすぎるムカつく気分が良くない。で今は3点。今も結構、まあまあ、いい感じ。まあ、悪くないじゃないですか。まあまあ。もう正直、殴って肋骨溜まっただけでもいいでしょ、もう。2面連動できるし。バック6だっけ、多分。1回噛んだかな。うん、本館だから。本館の方に行ったよね。入ってない気もする。から、まあ、ここであんまり通らんといいよねって感じ、まあまあ。そうですね。うん、ここ、バック中打ってる感ありますけどね。いや、まあまあまあ、まあ、これででもクラノマスター持ってくれば3面連動。そうだね。パックは邪魔なんでレベル6キバです。はい。で、うんで、サーカス館山はまあそこそこ強いから、もう1枚見て、ね、もうとりあえず、もうイランカーズで取りますね、もう。まあ入れ替えればいいもんね。いや、早くクロコーキバで入れできるんで、うん、扉回収。この扉は結構美味しい。それとも控えにあんまりいいカードあるね。いや、意外とあるんですよ、ね。意外とあるね。選択肢あるんで。選択肢あるね。でここをとりあえず山、次のカードにつながるカードの方がいいかなっていうことで、うん、あの、4ルックのルミア。クルミとルミアの掛け合った。ですね。うん、まあ、ただ、今クルミ加えても、次のターンレベ3に上がる可能性割と薄いかなと思って。はいはいはい、はい、いやこれは事案ですね。でこれは事案ですね。3枚の連動引けるか否かみたいな。そうですね。いや2枚ですね。2枚か1枚あるもんね。そうですね。まあ、今事案の最中ですね。で1、2、あー俺が、あーよかったねイモン君なんとかなったイモン君よかったねーで、どっちを集中置いて、これ多分集中なくて別に総裁置きでいいと思うんですよね。うん、リバ500もまあまあ強いけどええっちゃいいけど、うん、いやどっち置くのかなと思って、集中レスバルとか持ってくるのか、うん、あ、集中ない、あの総裁で、うん、それ全然それでよかった。どっちかなと思ったんですけど、まあこっちで。でいやマジ融合からスバルでいい、これマジでベシ。まあ後続の本ないしね。そうなんですよね。でサムス君を止めてあでもネクスト3ルックが出てきた。ネクストは出たけど僕のネクストがあるかどうかですよねまあソウル前ださすがに。いやそれげなんでこのターンにはもうほぼほぼ殺しきれないんで、うん、もう、うん、でサーガスが門引いて、いやーそうなんですよね。で悩ましい。ハンドにくるみもないんで、うん、であと控えにくるみ見えとるんでさすがにもう、うん、このターン中にレベルアップしてくるみ連動をやりに行くっていうタクはもうないんで、まあ、ない、うん、じゃあここで、まあ、扉打つなりなんなりしてここで山削り切ってですね。で次の段に連動削る。これ削れるじゃない、やろうと思えばこれ削り切れますね。なるほど。電油電出してで、あの4ルック2枚最大加えれるから。あーなるほどね。ハンドにもあるし、まあ何とでもなるんじゃない。ここいくらコスト使ってもなんか次のメインで4コストあったらクルミ3面出てくるのマジコスパいいよなで、ポンと。山にクルミ2枚あったんじゃん。ありました、ありました。 PR 結構使う。 PR っすか、うん、連パン連パン連パン、あの連パン
割とくるみ以上に使います、ね、くるみよりも、まあ、爪として結構利用してるって感じ。いや、やっぱ固定ダメージなんで詰めやすいんですね。うん、まあ、2コストを残しておけばいけるもんね。そうです、そうです。あと、相手のパワーラインとか一切関係ないんで、はい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 、もうチャンプで後継とか合わせると割と詰め方って。ああ、なるほどね。だいぶ強いですね。あたし単純にヒール持ってるのが偉いわ。そうだね。俺もな、お金があれば、まあお金は別にないことないんやけど、富士見八電源の方に入れたい気持ちはなんかすごいモリモリあるんやけど。まあ電源ファイナルターンの前のターンにかまって強いんじゃない？強いと思うよ。次で連パンできるから。そう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 。でもね、あの子高いのよ。で、1枚加えて、これどっち？リュック1枚落とし。おかけんの方でしょ。ああ、強い。いや、これ強かったんですよ。これ強いね。クラマ返したね。ニコニコやないかは。これでもうクラマ山にないんで。うん、まあいいね。で、まあ211ですね。下から211。ジャンプかサイドか悩むよね。サイドかな？いや、山にもうドラがほぼないんで、指定してるんで、特にフロント理由がないんですよね。そうだね。次のあれに関わるもんね。足かからんか。どっちにしろ変えらんけ。足かからんす。ああ、で、これしパンプ。ああ、パンプ、ああ、パンプじゃないわ。これクサイドだから。全滅サイドですね。まあ、マイナスに振られてるんで。マイナスに振られたらどうしようもないもんね。ですです。なんでもう全滅サイドで。うん、で、今はターンも一旦得た。まあ、これが 8本リゼロのいいところっちゃいいところ。そしてまだ山にクライマックスはある。それが意味するところは、次回。まあ、次回じゃないけどね。後半果たしてネクストの本があるか。まあ今からどうするんや。クロツするならするで、クロツと合わせればまあ6枚引けるから。そうっすね。うん、まあ引いて引きに行って引けんかったら、まあ、確かに引きできないんで痛いんですけどね。確かに。まあどっちを狙うかって形よね。そうっすね。うん、どっち狙うんだろうか。次回いや、わかるやろ。自分やったやろ。記憶が。で、探すもレベル3。ですね。杖引いたー！あー、考えることがなくなった。これめっちゃ強いね。めちゃめちゃ強いですよね、これ。めっちゃ強い。なー、でも何するか悩んでるのは多分集中。打っても山さんになるし、うん、多分あの山ほとんどクラマないんじゃないかな。まあ何するんだろう。何するんだろうはやばくない。何するんだろう。後出し実況やん。まあクラマは切らないといけないですよね。まあ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 。何持ってくる？ヒールかな？ヒールがでもないから、カウンターでいいやっていうカウンターかな？はい、カウンター持ってきて。はい。まあ、これただの戦後カウンターですね。うんうん、で、3ルックして。3ルックするでしょうね。うん。ピッ、ピッ。あ、山、まだ山にクラマあるっぽいな、この男。さあ何を持ってきた。で、霞みで、いや、スバル、スバル圧殺してもいいな、マジでこれ。でスバル圧殺だな。頼む、集中圧殺して、頼む。あの日の妹スバル出してパンレストパンプ振って、で戦地よーし、偉い偉いぞ。まあまあでも実際これめちゃめちゃ強いですよ。これめっちゃ強いね。これめっちゃ強まる。4点。3。ああ、4点。で、4。ほら、ドラドラよ、ほら。
4-3だったら勝ちや。さよなら。3で。次回お楽しみ。あ、くるみが2枚いって。あ、くるみ3つ落ちた。うまい。ここでくるみ2枚落ちたの、相当痛いんですよ。うん、これは激痛やね。激痛が走る。でもトップが強い。トップは強いです。ただここをどうするかだよね。まあヒールして。全部ヒールできるのは確定したんで。うん、マジ ?3 点でしょ。強っ。まあ、ただヒールしても打点は入れれないよね。入れれない。いや、そうなんですよ、うん。これどうするか。もう門まで打って111っていくか。めっちゃ顔出てるか、まあ、実際ここ悩むんですよね。ここでもう打ってしまって、うん、11で刻んだ後にヒールされて次ソウルが足りるんかっていう感じなんですよ、ね、まあ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 ハンド的にも、うん、まあ一面くるみがあればワンチャン返してなんとかなるやもしれん。あ、でもくるみ溺れとくんかいや、これめっちゃ悩むんですよね。これどうするか。これどうするんやろ。ただどうせこれ仮に全面フロントって言ってもこれ全面チャンプになるんで、うん、あの1枚だけ残すのって相手簡単に3フラットでいいってなるんで、さすがにここはもう全ヒールですね。まあそうだね。で打って、とりあえずここで可能な限り打点押し込んどかんと次のターン詰め切れん可能性があるんで、うん、ここ抜けないのルミアの弱さやね。基本的にルミアは結構3で出す、2で早足とかはあんまりしない。結構する。あ、しますします。あ、とか、まあ、対面にもよりますね。あ、で1点。あ、え、3-3で振った。3-3で振ったと思います。これ、あ、なるほど。まあ実際これ止められると、うん、あ、もうこっちがきついんで、まあ、圧倒的に、ね、ヒールの手にあるヒールが1枚しかないんで、うん、刻まれてポンポンポン入るよりは、うん、1個止めたらいいやみたいな方がいいかなと思ったんですよね。なるほど。あと刻まれるとただ単に1角取られちゃうんで、うん、なんか損した気になるんですよね僕だけでしょうけど。いや、分からん、こういう人おるかもしれん。ここ何が何でも通したいんですよね。ここ止めたらもうクソで構わないけど、まあまあしゃあないしゃあない、まあ、はい、しゃあない、ね、で、まあもうクラマーもないハンドにないんですけど、うん、とりあえず、あ、連動やっとくか、ワンチャン連動やっとくかみたいな感じでくるみを回収ですね、はい、で最悪山次のターン山作り直したら、うん、またソウル2が2面生まれてくるんで、そうだね。で1点とは、あ、乗っちまったか乗っちまったか。まあ弾いて、あー乗らんかったら次も連打ってのにで、うん、違うんだよな、お前じゃないんだよ。ここは基本的にもう3-3-3で詰めていきたい。そうですね、うん、もうラストターンですねこれ。うん、次のターンがあるとすれば、まあ、僕のキャンセルがめちゃくちゃ大あぶれて、うん、僕の頭の中に情熱大陸のオープニングの曲が流れ出す時ですね、うん、まあ、すごいどこさくるか悩んでたね。そうっすね、まあそこいいんじゃないですかあ、レム後ろなんだ。あの、保存でもいい感じしますけどね。うん、さあ、止めて。これ、次出そうだね。ですね。山札の枚数的にもちょうど出そうな感じです。うん、出そう。いやー、辛い。で、止められて。噛んだし。まあ。あ、いいもん引くね。
いや、そうなんですよ。これ、クラマ引いて、まあ、違うクラマやけど、いや、まあ、ソウルは一応足りるかって感じだった。そうだね。いいもん引いたね。これ、クロック叩く説ない？どうですか？さすがに叩くよね。あ、これ叩きます。叩く叩く。これ、クルミ2面出て、もう1個のソウルが1なのが気になったけど、これで332とか22何本とかに作れるよね。結構悩んでるんですよね。いや、割ともう山札は作ろうと思えば、うん、もう一周いけるんで、うん、クロックをあのレベル1の PR とレベル3クルミどっちで叩くか割かし悩んでます。ああ、そうなんだ。でただ、まあ、レベル1だね。どうせならクルミやっとこうかみたいな感じで、うん、クルミを選択してとりあえずクロックで集中。これでちょうど、山札なくなるんで、うん、とりあえずくるみ2面と何かまでは、うん、一応。これどうすんの ?332?223? あ、ここですか。うん、ここですね。さすがに、332はいくらなんでもちょっと数字微妙すぎるんで。223。結局223ですね。くるみを1面ソウル2を確保して、後ろに。ワンチャンこれ相手しなかったときに用に出してで、アロー2面出荷だよね。ああ、いい、もうここあれですね、もうクルミを山から出さずに。あ、出さなかったんだ。普通にあのハンドの、うん、一番左のカードが、うん、特装で1個使うんですよ。ああ、そうなんだ。あ、なるほどね。で3番するのにちょうど3個使うんで。あ、じゃあそうだね。どうせならちょっとクルミの効果を使っておきたかったんですけど、うん、ちょっとストックが1足らんので、もうここは詰めようと思った時にちょっと332やとちょっと打点がよろしくないので、まあ、そうだね、もうここは効果使わずに普通に3パンですね。これ結構悩んでるんですよね。ローアヤゲくる、ローアヤゲちょっとクルミ出すとかいいんじゃないかなみたいな。いや、でもこれ、アクターグローで負けた後やったんで、さすがに買っときたいなって思って。で、まあですね、3人でね、うんうん、さあ、イモア選手、切ってほしい。キャンセルしてほしい、イモア選手。止めたい、けどソウル。3点入って、まだ入る。ってことで。はい。ということで、今回は、サーカス君の不死身の勝利だったんですけど、サーカス君基本的にあんまそんなにモンには依存せずみたいな感じ。それでも結構打つ。モンは、うん、ぶっちゃけ引いたらやるみたいな感じです。ああ、そうなんだ。最初からキープしてとかは。あ、それは絶対しないです。基本的にいや相手の山札の下4枚落下よりも、うん、自分の山作ることを意識して。ああ、なるほどなるほど。山にクラマ返す方の方が優先高いですね。あっちの方、あっちでもう一旦作る方が。あっちでもう一旦作って、どっちかというと、うん、連番で詰めるっていう方が圧倒的に多いですね。なるほど。これをすれば、今期地区8-0が同じようなデッキで狙えると。ですね。まあ、確か、構築は上げてたよね。ツイッターに。構築は、上げてましたね。はい。ということで、もしも気になった方は、サーカス君のツイッターを見に行ってみてください。で、今野選手、はい、まあ8本リズムだったんですけど、そうですね、まあ、レールには乗ったっすけど、はい、細かいとこは未熟。はい、というわけで、まあ、今回2戦目出なくてよかったっすね。そうっすね、ほんと、また敵阻止来るとかって、ね、今後、気をつけてみましょう。ってことで、反省、はい、というわけで、今回はサーカス君の、不死身の処理ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。